はいどうも皆さんこんにちは、ピオチキチャンネルプネッシュのピオタです。さあ今回もスプラトゥーン3マッチやっていきたいと思います。今回やっていく武器は前回に引き続きノバブラスターとなります。さあこちらスプラッシュボム食ワンダーを持っているブラスター種の、まあ、基本的な武器の一つでございます。今回もインク効率のサブ2つ受け身術でやっていきたいと思います。ガチヤグラスタート。さあ前回とルールは変わってガチヤグラ、ヤグラでございます。まあ受け身術はねかなりこの食ワンダーというものには合うんじゃないかと思いますのでね、ここのところ頑張っていきたいところ。よいしょ、ヤグラは多分強く出れるでしょう。ブラスター最強部類だからね。まあ他の武器も強いけどね、かなりなんとかなるはず。まあといってもそもそも前回の時に私が何のルールに挑んだか1日経って忘れたんですけどあの後もスプラトゥーンちょこちょこやってたからさ、忘れてる。味方運が欲しい、私も欲しい、私も欲しいが、私が強い味方になれるようにも頑張る。さあお相手スクリュークロッシャーのネオ、オーバークロッシャー、スプラローラー、スクイクリンアルファ、こちら側金モデラー、ヒーローシューター、レプリカ、ジェットスイーパーのカスタム、そしてノバブラスター。うえ一発か。さあ孤独な存在オオカミナイス様に全てを任せよう。向こう側にクインキはいない、これで下ろせない。いやバリア嫌ですね。うわ、いやオオカミ強い。向こう側がウルショとアメフラスとバリア2人か。まずいねこれ。さあどうするこれ。ボムをうまく使っていきたいところ。一応は2連投できますが、それやるとインクが消えるんだよ。おらよ、 OK 乗るしかねえこのビッグウェーブに。 OK、とりあえずこの状態で抑え込めたのだけは良かったことですね。うえー、マジ受け身打ったはずなのに。受け身だよね僕。あ受け身だね。スプラローラに引かれたのか今。全くどこにスプラローラがいたか分かんなかったぐらいだけど、あーちゃんと受け身使ってんね。よっ、誰も乗らねえな矢倉に。さすがに乗らねえと、このやつは積極的に攻めていかねえとまずいんだよ。おっ、危ねえ。 OK ナイスカモン突破。この金のとこ飛びたいけどワイプアウト、やっちまいましたな。本来であればいいパーセンテージなんだけど、あとそこを2カウント押し込めただけ。いや9までいってたからあと1カウントですね実質。それだけで勝ちが確定しているぐらいのレベル押し込み方だったんだけど。あー食らった。向こう側のウルトが溜まってるから簡単には出てこれないんだよな。
オッケー、あとは頼むよ。乗ってる方が動きが早いから乗ります。そっちの方がね、戻るときに動く早いからね。お、何？誰？ローラー上にいたのか。いやー、残り1カウントまでこっちが持ってかれてる状況、マジで止める以外やりようはないんだよな。特番は使えないし、いる、どこにいる？とりあえず側面で私が気づかれてないことを確認したから、こい、あー、ミスター、マジかよ、マジか、やったわ、そこ食ワンダー貼り付けられない。いやー、マジか、向こう側の押し込みに抵抗しづらかったっていうのはあったけど、攻め自体は悪くはなかった。マジで味方、うん、うんぬんのやつ、そうだね、お相手は良かっただろうね、強かったね、そもそも。てか味方運が欲しいっていう人自体強くね、私の理想を地で言ってる人じゃん。いやー、ごめんね、僕の味方が強いからさとか言ってる状態で、お前が強かったんだよっていう、あれ、僕また何かやっちゃいましたみたいな状態になってる。さあ、肝での方がいなくなってく。いやー、肝での方ありがたかったんだけどな。ことヤグラというルールにおいてはナイス玉トリプルトルネード持ちはだいぶ強いんでね、メインやった後は本当にメイン一発すら打てないくらいだな。あとはブラスターとかを使ってるとよく思うんですが、私結構下向きがちなんで、そこ気をつけていきたいですね。なるだけ上または正面を向きながらじゃないとね、もったいないですからね。塗りも取れないし、ほら、塗りも取れないし、ダメージも低くなっちゃうんだよね。本来であれば確定2発で倒せるところが、地面についたことによって確定数がなんか減っちゃうみたいなのあります。さあ、ということで、確定数が減る、確定数が増えることはあります。さあ、ということで、お相手リッター 4K のカスタムスプラシュータースプラローラーデンタルワイパーの隅、こちら側ヒッセンノワブラスターの、若葉シュータージェットスイーパーのカスタム、ジェットスイーパーのカスタムの方は先ほどと同じ方ですね。立体ね、あー、ダメか、食腕の貼り付けた瞬間かられた。あー、食腕乗れるか、乗ったね、受け身で見えるんで逃げます。あ、さよなら、受け身で逃げたせいで。35カウント、いやー、ダメか、ワイプアウト、登ってくるだろうという予想なんだけど来ないね。よっと帰ります。今の位置ノバだと隙がでかいからね、ボム投げようにも抵抗しづらいし。さあ、どこいる？リッター。オッケー、
ジャンプビーコンにされるの結構嫌だっすね。あ、来てる。おっ、うわっ、側面気づかなかった。そっち側ばっか気にしてたな。よっ、80数カウント現在。よっ、側面いる。 OK、 あの人も気にしない。投げとけ投げとけ。ローラー側面から来るよ。束縛発でやれはしたけど無理だったか。そう、デンタルワイパーとかそういうのの使うやつはボム投げるのが一番有効。高いからこそきっついな、これ。やばいやばいやばい、あの位置のバリアきついな。まあ、矢倉戻しました。耐えてくれ。とりあえず戻ったか。11カウント、少なくともあそこのやつを持っていかない。だいぶそこから入られてるね。覆面から入られるのが多いな。飛べるかこれ。違うわ。あー、違うじゃん。あれ、私矢倉に飛んだはずなのに、なんでなんでなんで、私今矢倉に飛んだはずだよ。なんか理不尽。矢倉のはずなのに。いや、でもこの、うわー、マジかよ。スプラシューターのこれあっさりやられるのは一番もったいねえ。あー、そー、やっちまった。今のスプラシューター一番やっちゃいけない死に方だよ、こっちのやつ。うわー、マジかよ。焦りすぎて索敵がガバりましたね、完全に。いや、一番ですっちゃいけないタイミングですった。しかも一番やっちゃいけないですり方。敵の警戒なくまっすぐオブジェクト向かっちゃったし。いやー、だからこそ私は弱えんだろうなっていう。さあ、挑戦終了。雑魚、私は弱え。さあ、マジで何連敗してるんですかってくらい今負けてますね。次が3戦目ですか。うわー、マイナス、借金抱えちゃったよ。プラベとかをやってるやつが結構あったりするから、前回がガチここだったんだね。いやマジで、あのスプラシューター気づかずうんぬんのやつはもっと考慮すべきだったのに。いくらスコアがまあまあ良かったとかそういう状態だったとしてもだよな。リッターがいて動きづらい、ローラーとかワイパーがいて動きづらいのはまあ確かにあったと思うけど、それでも、それでもあれはやってはいけなかった。あれ、魚チャーハンさん、さっきまで味方にいた人なのよ。私がさ、私が全部負けてさ、参拝して落ちた結果敵に来るようになっちゃった。よっ、さあ、お相手スプラマニューマのコラボ。危ない。
クラマニューバのコラボ、Z スイーパーのカスタム、ピッテンキューブ、危な、いるわ、とりあえず牽制、牽制、あっ、そこ当てるのか、うまい、マニュー、マニューだね。サプマのネオがいるのもきついが、こちら側がトライストリンガーと、オーダーシューターレプリカで、あとはスプラシューターコラボか、あれだいぶ攻められてますね。やべ、回復マップ的には大丈夫だね。ほっ、ダメか、本来だったら100以上は食らわないはずなんだけどな、アーマーで。なぜだ、なぜそんなことが起こる。ジャンピング、登ります。おい、炭酸、マジかよ。っと、待ってー、まあいっかー、リンクがねえ、マジで。帰れるかな、オッケー、今の状況から帰る気がねえよな。まあ絶活寄せたのは偉いという判断にしたいね。オッケー、とりあえず1球落としたか。おっ、あそこの絶活嫌だね。やっべ、うわーマジか、あーマジか。さあトラスト以外やられた。まあオダストか、これトラストじゃなくて。でもエナスター確実に飲まれたね今。残り1分、あ、これまずい、だわ、そこか、だいぶがっつり前行こう。もう15秒とか攻めなきゃ勝てない。下ろした、あーやった、マジかよ、あれ近づけちゃったの、いっぱいいるわ、なんか上に。マジかー、着地を残してた敵もうまいが。
着地を残してた敵もうまいが、結構最後頑張ったんだけどな今の。くー、やっぱ近距離とか厳しいですね。11-4です。スコア悪くはないんだよな、本当に悪くはないのに勝てない。ひどい、ひどいよ。まあ味方運があるというのもそうだし、そもそもね、まだ練習中どころか普段あんまり使ってない武器でこういうねやつに行ってるっていうのもあるからね。ナーバルバトルとかもうフェスでやったからいいやってなっちゃってるのもあるし、ナーバリバトルイコールフェス用みたいなイメージがあるくらいだからな私は。あーら、ほっ、まあそんな感じ。これこの位置だと、へえ、この位置からだったら着弾前に行っちゃうんだ、地面に触れるんだね。結構そう考えると射程あるって感じがしちゃうな。さあやっていきましょう、第4試合。これが泣いても笑ってもラストみたいな感じ。さあハイドラントカスタムにオーダーシューターレプリカ52ガロンスプラシューターお相手、こちらがプライムシューターの、スパイガジェットスプラシューターのコラボノバブラスター。おっ、まずハイドラと弓だね。どっち、あーこれあれか、弓が厄介ですな。とりあえず関門を突破して、オッケー、ダメか、いつの間にやら情勢が変わってら、大木戸OKB、 大木戸さん、どこの雪なり。さあとりあえず私はハゲ取りのオフィナするしかないんだよな。メガホンは私には来ないか、インクがね。ほっ、さあどうするこれ、やべやべやべ、バレてんのこれ、作敵範囲が広いことで。さあガチアグラ取られていく、逆に言うとあのカウントまでしかまだ持ってけてないのか。オッケー、もうこれはしゃあない、しゃあないしゃあないしゃあない、あの位置ね。あーっとマジ今見えなかった、マジか。さあこちら側の方、二人端っこにいるね。ハイドラも落ちた、あとは弓とボツ。さあメガホン、さすがに集まるとダメだから逃げます。うわー、弓どっちのメガホンだったかわかんないけど、そう、あの弓2人やばいな。弓2人じゃない、メガホン2人、遠距離もやべえとは思うけど弓がやばい。うわ、さあスプラシューター入ってくる、関門も突破されていく。射程という問題で言うのであればこちら側はだいぶ厳しい状態。メガホンだよねー、やっぱ。うわーやばいこれ。ナイストリプルトルネード、あー、いやー一人行くとみんなよくこんな隙の大きい武器を使ってやれてるよなって思うわ。普
段銀モデで火力不足はやるけど隙が大きいことはないからさ。あ、やった、奇跡的にいったね。さあ行ってくれよ。え、今絶好でしょ。え、待って、3人くらい落ちてて今めちゃくちゃ絶好のチャンスだったのに。ダーブダメ、嘘、今のはいけてたと思うんだけどな。こういう状況だと捨てジャンが欲しくなるよね。ただ今回は捨てジャンじゃなくて受け身なのは特番使いたいからのはそうなんだよね。いやー強い味方が、味方じゃない、みんな。あれいけないわ、登って、あー登れたけど、登れたけど、やった、あーダメだー、ダメだー、ひどい、勝てるわけがないよ。いやー編成さえ良ければって願いたいところだけど、それでも勝ってるし、銀モデだったら勝てるっていうなんか確証があるからこその悔しさがあるね。バトル1位、まあ編成がっていうのはある。スパガの人がかわいそうすぎんだよな、マジで。スパガ特攻編成してるもん。いやリベンジ、もう一回ローラーの、ローラーと同じようにもう一回やれば勝てるかもしれない、そういう状況で。いや別に今もスコア悪くはない、ルーズの文字がやべえことになってはいますが、いやーごめんなさいって名前の人が、謝らなくていいんだよ、でもごめん、ちょっと今は泣かせてくれってなるわ。謝らなくてもいいんだ、僕にも悪かったところがあるから、でもごめん、ちょっとでいいから泣かせて、ごめん、君のせいではないんだ、君のせいではないけど泣かせてくれってなる、本当に。さあということで、ちなみに SNS ではあんまり謝るという行為をしない方がいいと言われておりますが、公開の場で謝るべきではないだけで、ちゃんとした場では謝りましょうねという、そう、どこぞのね、お仕事のところとかでも、あの自分に非がないのに謝ると叩かれるっていう話でも、まあ本当に非がある場合は謝らなきゃダメだけど、ね、叩かれるのもしょうがない、自分がやったことが悪いんだからってなるんだけど。さあお相手、高橋経済特区ですかこれ、はいはい、冷静に、沈着に。さあお相手ノーツラスの7球、ハイドラ、ハイドラじゃない、カーボンローラーのテコドライブのワイパー、やっぶね、カーボンローラーのデコ、あごめん違うわこれ、打った瞬間死んでる。こちら側がノバブラスターの、ノバ2人、マジかよ、見てなかったわ。大丈夫かこの編成、あ足取られたわ。まあでもブラスターには普通に当たりではあるか、ロングとかいてくれたらってなるけど、ノバ2人がスプラッシュボムを投げてな、だいぶ攻め込まれてますね。降りたか、リッターとノッチがやべえですな、突破できないし、近づこうと思うと、うわっ、何にやられたんだ私、待って待って、マジかよ、まだ人いたの、嘘だろ。嘘だ、
どこにいたんだよ人。マジか、絶対今止められたと思ったのに。調整終了。ダメだー、こう人生とはそううまくはできてねえってことがよくわかるよ。くそー、はい、さすがにもう無駄な抵抗ですね、ここからやっても。矢倉だったらいけると思ったんだけどな。成績自体は悪くないのもあんだよな。9キル11です。まあ9キルしてるし、まあまあまあって感じだし。11キル4です。これもかなり良かった。だからね、なんかいい試合はしてること多いんだよ。ほら最後の試合以外はノックアウトじゃなくて、まあ競ってるという言い方はあれだけど、まあまあ頑張ってはいる試合が多かったんだよ。ただあれなんだよね、どの試合も言えることが、必ずこちら側が先に攻められるんだよね。そう、その動き方がなんかおかしいっていう感じだよね。なんとかしないといけない感じではある。必ず最初に防戦になるんだよ。でその後いい感じのとこまで返してっていう動き方をすることは多いんだけど、必ず共通することは初手攻められてんだよね僕。まあどう対応していけばいいかっていうのはいまいちパッとはしないですが、はい、まあそうだね、いの一番に攻めに行くみたいな感じの動きでもいいと思うんですけど、それはそれで隙があるから。最初に牙城を崩されている、または最初に勢いに乗られているのはこちら側のチームって感じだね。だからこそそこ警戒してなんとかしていきたいものですね。はい、ノバはいつかちゃんとリベンジします。これはちょっと裏でも練習して、ショックワンダーとかの連動だったり、メインとかサブの連動だったり磨いていきたいと思います。それではここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。